はい、こんにちは。マインクラフトをやっていきます。ただただやることがなくて、見でもう作るのはめんどくさくて、することもない。ちょっと、ちょっと家が作ったんだけど、なんかね、録画できてなくて、今こうして今最初から喋ってるんだけど、大変ですよ。あ、出れないわ。もう入っちゃダメだよ。入っちゃダメで、勝手に。まったく、ね、ベッドも作ったんよ。おい、向きが、まあいいか。猫の家、家よこれ。もう全てが計画通りで、今マインクラフトってクリアとかあるんかなと思って、子供に聞いてみたらなんかあるらしくて、ほいでエンダードラゴンっていうのを倒したら、なんかエンドクレジットが出るみたいだけ、それを目指しつつ、ちょっとゆっくりダラダラやっていこうかなって思います。で、最初の目標がツルハシを作るだったんだけど、このように、ひたすら作ってます。で、ベッドも作りました。敵がね、夜は湧くので、で、ボコボコにされながら作りました。で、次に鉄とダイヤを取りたいんだけど、それがね、なんか武器を強くするらしくて、で、見つけたのがここ、お穴場です。もうひたすら掘ってて、もう家みたいになってきた。もうここにベッド置けばいいんじゃねと思うね。ベッド置こうか。いちいちこう帰るのがめんどくさいよね。でね、羊も倒さなきゃいけんかったし、ちょっとかわいそうだったけどね。で、なんか知らん、なんか黒い人になんか襲われて、いきなりびっくりしたの、誰と思って、知らん人来た思って、 OK、 違う。で、たまに出てくる黄緑色のなんか丸がようわからんのよね。ようわからんけど、とりあえず集めとく。あ、これでも大丈夫。あ、マジだ、まだ慣れてなくて。違う、ダイヤは結構深いとこにあるみたいで、ちょっと下も掘りつつやっていきます。全然出てこんだよ。で、めっちゃ掘ったよ。
たなる。いた。作れって言おうたな、子供が。かまど作るか。おい。しゃっけ。はい、かまどを使って石炭、あ、石炭と丸石で石ができるらしいです。あ、できた。これもほっとけばいいんかな。火ついてるし。あ、日が暮れてきた。え、うわ、来た来た来た。あ、なんかいる。あ、そうそう、これこれこれに倒されたんよ。なんこれ。消えたわ。だ。あれはなんなんや。あ、いる。なんか持ってるし。あ、消えた。おい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 、あ、消えた。だだだだ。エンダーマンっていうの、エンダードラゴンとは関係ない。はい、もうじゃあ今日はここまでにします。一応手に入れたのが石めっちゃいっぱいあるんだけど、かまどで焼かないと石にならないので、地道にそれを続けていきたいと思います。で、鉄とダイヤが
手に入らなかったので、ちょっとそれも調べて、はい、やっていきます。ありがとうございました。